はい、ということで、工藤恭介です。今回もよろしくお願いいたします。今回のテーマはこちらの方です。カート・コバーンですね。この方、世界的なロックバンドのニルバーナのボーカルとして知られている人です。以前僕はフランシス・ビーン・コバーンというですね、彼の娘さんのことを取り上げた動画がありまして、そこではレニー・クラビツというですね、もう一人のミュージシャンの娘さんのゾーイ・クラビッツという方も取り上げさせてもらったんですが、今絶賛公開中のバットマンっていうですね、映画にそのゾーイ・クラビッツさんね、出てるんですけれど、でこのバットマンのいわゆるトレイラーですかね、予告編にサムシング・イン・ザ・ウェイというですね、ニルバーナの曲がね、使われていました。まあ、そういったね、偶然なことがあったんですけれど、このニルバーナというバンドですね。ニルバーナという言葉にはですね、仏教用語でなんか涅槃という意味だとか、苦悩からの超越といった意味があるみたいです。まあ、このニルバーナに至るまでにね、結構名前いろんなこう変遷がありまして、そしてメンバーの方もいろんなね、変遷がありまして、最初の頃ですとか、あとはまあ最後の方にはですね、サイドギターも1人入れて4人でっていう感じで、後期はですね、元ジャームスというね、伝説のバンドのギタリストのパッド・スメアという人が入ったりとかね、いろいろあるんですけども、基本的にはこのニルバーナというと、この3ピースバンドですね。カート・コバーンですね、ギター、そしてシンガーであって、でクリス・ノボセリックの、ベースですね。でデイブ・グロールという方のドラム。このデイブ・グロールという方は今フー・ファイターズというね、バンドでギターとかね、ボーカルしてる人ですが、でこの3人で、でニルバーナはですね、グランジという音楽ジャンルを確立した、それに貢献したね、一つのバンドとも言われてまして、グランジというのはですね、オルタナティブロックというね、大体もう一つのという意味のオルタナティブロックの中の、一ジャンルらしいんですが、グランジというなんか汚れたとか、薄汚いとかっていうね、言葉が語源の、ジャンルみたいですね。もともとはファッションからね、語源が来たそうです。で作品ね、ありまして、このデビュー作からのブリーチからですね、でネバーマインド、このインセスティサイドというのはなんかレアトラックとかもね、入っているコンピレーションアルバムですね。でインユーテロでなっています。やはりね、一番有名なのこのネバーマインド第2作ですね。こちらが世界的大ヒットしたことによりですね、ニルバーナはですね、マスターダムにね、のし上がっていったわけですけれども、このネバーマインドの中に入っている曲、1曲目の Smells Like Teen Spirit はですね、本当にギター触ったことある人、エレキギター触ったことある人だったら一度ぐらいはね、弾いたことあるようなですね、有名なイントロから入っていきまして、でこのですね、作品名盤なんて言われてます、ロックの中も音楽の中でもね。でその最後締めくくるのがね、今日の最初にお話した Something in the Way というね、曲になっています。てな感じなんですが、今回はね、ニルバーナ本体というかよりもカート・コバーンというね、この人物、この人間ですね、この人を中心にお話しさせていただければと思っています。大体大きく分けて2つにね、カート・コバーンという人をこう作って形成していった時期と、あともう一つね、ちょっとあんまりいいことはちょっと思いつかなかったんですがね、いわゆる晩年というか、彼が亡くなったその死に関わる、つながっていくところのこの2つにね、分けて今日はお話しできればと思います。まずカート・コバーンね、本名はカート・ドナルド・コバーンといいまして、生まれはですね、アメリカのアバディーンという場所と思われがちなんですが、実はその生まれたのはアバディーンという場所の隣のですね、ホキアムというところみたいです。ただ実際彼が生活してですね、多くいたのは人生の3分の2を過ごしたと言われているのがアバディーンという町でして、ここはシアトルというですね、都市から約2時間離れていて、漁業とか、林業の町だそうです。ただカート自身もね、振り返って言ってますが、やっぱりこう寂しいというか、寂れたですね、退屈な町だったなんていうことをね、言っています。そこからこう抜け出ることがね、彼のモチベーションにもこうつながっていったわけなんですが、彼の家とか周りの環境で言いますとですね、周りの親戚以外にもこう音楽とかをね、やってる人がね、結構いたみたいです。でそういった環境の中でですね、またカート・コバーンの両親はですね、夫婦仲もよくそういうふうに見られていて、こう生活水準的なところもね、周りの家庭に比べればね、ある程度いいような
ところだったみたいで、でカートはといえばですね、早熟でですね、エネルギーにあふれた元気な子供だったそうです。そこで音楽的才能もちろんそうなんですが、そこで絵画ですね、絵を描くということにもですね、興味を示してこう才能を発揮していったそうです。でエピソードがね一つあります。小学校2年生の時にですね、その小学校に広報誌があって、その表紙は生徒がですね描いた絵で飾られる、そういったものですね、習慣というか、そういう風になってたみたいなんですけど、でカートの絵もですね、要するに選ばれた、抜擢されたみたいなんですが、その時カートはですね怒ります、憤慨するんですけど、それなんでかっていうと、自分にはですね、あまりよく描けてないと思ってたものなんですね。周りの大人からすればいい絵だったんでしょうね、きっと。ただうまく描けてないと思うものを飾られたっていうことでね、恥を僕に描かす気だったのかってことでね、怒ります。こういったとこが大人への不信感のね第一だったみたいなね感じみたいなんですが、周りの大人はね絵の具たくさんカートに買ってあげて絵を、ね、描くように仕向けるんですが、逆にそれが逆効果で、それによって嫌気がさしてしまいます。その後彼はですね、その彼の機嫌を直すものというか、それが音楽との出会いのところでですね、親戚のメアリーおばさんという方で、この方はカントリーバンドの地元でねギタリストやってる人だったんで、こうギターを教えてくれたり、ドラム買ってくれたり、レコードを聴かせてくれたり、この時にビートルズなどとね出会います。でこの後にですね、ある転換期というか、そういった出来事が彼には起こるんですが、それは8歳の時でですね、すごく仲睦まじく思われていた両親がね、離婚してしまいます。で、それによってね彼は心にこうちょっと影を落とすようになってしまって、活発な性格からね、周りから見ても変わってしまったとね思われるようになってくるんですが、自らのせいだと、離婚してしまったのは僕のせいなんじゃないかとね、自分を責めたりとか、そういうふうにこうなっていってしまったみたいです。で、その大人への不信感ってね、話さっきもしましたけれども、そのカートの父というのはですね、カートはもともと左利きなんですね。後から振り返れば、その伝説のギタリストでジム・ヘンドリックスという、ね、方がいるんですが、その人みたいにですね、カート・コバンもその左利きのギタリストということで、すごくこうですね、後から見ればですね、それを見てすごくかっこいいなと思う、ね、方もいるわけですが、それをこう父親は普通は右利きだからということで強制しようと、ね、半ばします。で他に音楽というよりもスポーツを、ね、やらせたかったんですね。ですからカート・コバンはレスリングとかねやったりするんですけど、そういうこととかも含めてですね、はい、無理やりというかやって、そういったことがあって、極めつけはですね、離婚した後にこの父ですね、もう僕は俺はね再婚することはないだろうって言ってたんですけど、結果再婚してしまうというね、嘘をついたじゃないかということで、もうかなりこれでもう不信感がっちりカートの元に固まってしまいます。でその後カートはですね、父の元に行ったり、その後ね、父と足の時もそうですけど、再婚した後の父の元に行ったかと、あとお母さんのところに住んだり、親戚の家をたらい回しみたいな感じにこうされたり、でその後自らこう家を出たりして、今度友人の家を転々としたりといった生活になっていきます。でいわゆるその中問題児化、世間的に言えば問題児化していくんですね。でこの頃音楽の趣味というのも、最初のビートルズとかみたいな、こんなもん子供魂だみたいな感じで趣味も変わっていきます。レッド・ゼッペリンとかね、キッスなどを聞いていって、でその頃ですね、イギリスではですね、そのパンクロックといったものの勃興期、ちょうどそのぐらいだったんですよね。その音楽というものがアバディーンにカートの元にこう入っていたわけではないんですけど、雑誌があったので、雑誌を見てですね、そういった記事見て、こういう人たちがいるんだとかね、でどういう音楽鳴らすんだろうなんかっていう想像をしたりなんかねしていたそうです。それがねカートのですね、ずっとね言っていましたし、後にも言ってるんですけど、パンクロック、そのパンクというものが僕の基礎にあるし、精神の中心なんだということを言ってまして、そのパンクロックの、中心だったと言われているのが、セックスピストルズというバンドですがですね、そこに在籍してたシド・ビシャスという方ね、シド・アンド・ナーシーとかって映画になったりしてますけど、シド・ビシャスは本名サイモン・リッチっていうんですけど、カート・コバンはね、奥さんね、後に結婚するコートニー・ラブというですね、ホールというバンドの
に在籍していた方なんですが、その方とこうホテル泊まったりする時などにサイモン・リッチ夫妻ってこう書いたりなんかしてって、そういったですね、あの逸話とかもねあったりします。で、まあ、彼はまあエレキギターに出会い、作曲試作を始めと自らの音楽を作っていくんですがですね、ちょっと一気に飛びます。でこの次はですね、彼の、まあ、死につながっていくような話の部分というかに話を持っていきたいんですが、でその後ですね、まあ、ニルバーナ結成した後、ネバーマインド先ほどのですね大ヒットがありまして、まあ、これはあの本当にもう大胆な広告とか打たずしてですね、自然発生的にどんどん広がっていったそうです。このスメルズライクティンスピリットという曲のこの何を言ってるかっていうのはちょっとよくわからないんだけど、とにかくエネルギーを感じるみたいな。でこれはですね、本当後付けな感じになってるかと思うんですが、当時アメリカはですね、湾岸戦争というものに関わってまして、で結果そのあの戦争にね、何の、まあ、結果意味があったのかみたいな、そういう若者になんかのある虚無感みたいなもの、まあ、そういったものにマッチしたんじゃないかと言っている方もいます。でまあ、彼はスターダム、先ほども、ね、言いました世界的ロックスター、夢の、ね、ロックスターになっていくんですが、でそれに伴い世間の目にさら、ね、されることにもなりまして、まあ、いわゆるゴシップ誌とか音楽雑誌などに、まあ、あることないこと、まあ、事実は分かりませんが書かれるようになります。でそういう書かれる中で あること、まあ、これは、ね、音楽のことを話すると歴史を話するとこう切っても切れないことなんですが、いわゆる、ね、薬物的な、ね、話も、ね、あります。と、まあ、ニューヨークドールズという、ね、バンドのジョニー・サンダースという方はですね、薬物を使わずにステージに上がったことなんか一度もないみたいな、なんかそういう伝説とかね、うん、これがいい、うん、悪いとかじゃないんですけど、そういうのがあったりする、まあ切っても切り離せない。カート・コバーンにもね、それがありました。娘さんのね、フランシス・ビン・コバーン、でその方をこうですね、コートニー・ラブさんがこう妊娠していた時ですね、2人ともそういういわゆる疑い、ドラッグ的な疑いがあったんですね。だから世間の目的にそういう2人が子供を産む、そして育てるなんていかが、どうしたもんかと、いかがなもんかというような感じで世間の厳しい目が向けられてというようなこともねあったみたいです。でカート・コバーンもね、実は昔というかから、幼い頃からというか、その背中とかですね、胃とかですね、まあ、そういったこう持病、痛みを感じて、ただそれが何でなのかが分からない原因不明の持病を持っていたんですね。でそれをこうですね、いわゆる抑えるためというか軽減するためにもともとお薬などは使っていたんですが、まあ、そこからなんかですね、やっぱりそのいわゆるドラッグ的なものの依存にこうつながっていったという、ね、話もあるみたいです。後期のニルヴァーナ後期の彼はですね、精神的にはこの躁鬱、いわゆるね、躁と鬱といった感じの躁の状態の時はこう人間的ですごく明るくて、誰とでもね聞かれなく話するような、まあ、いわゆる好青年みたいに、まあ、見えた人もね、その時に接した人はそう見えたみたいですが、まあ、鬱状態の時の彼は、まあ、とても暗くて、まあ、言葉を発さずにですね、人に対する何か恐れを感じているようなといった、そういう二面性なんかもこの頃よく出ていたそうです。一方音楽ではですね、 MTV アンプラグドというですね、ライブというかテレビ版プログラムで新たな、ね、ニルヴァーナとしての音楽世界を、ね、出します。まあ、最初のうちはすごくこう音を出してですね、いわゆるロックミュージックな感じだったんですが、そのライブではしっかりこうなんていうんですかね、歌と向き合うというかですね、そういった世界ですよね。でその頃のインタビューでですね、カート・コバーンはレッドベリーというですね、フォークミュージックというものの源流になったと言われている方なんですが、その人をこう引き合いに出して本当にこの人が好きなんだということで、後々、今後のニルヴァーナはですね、よりもっとこの穏やかでムーディーなものに変化していくだろうなんてこともね言ってはいたんです。まあそういったこう先の話もしていたんですが、実はこの MTV アンプラグドというですね、もの今も手に取って今でも見れるものですのでね、興味ある方はぜひ見ていただきたいんですが、セットですね、スタジオセットみたいなところに、スタジオセットにあったのはこう黒いろうそくとかね、白い百合とかがこう飾られているんですよね。でこれはカート・コバーンがですね、望んだものらしいんですが、でそのスタジオをこうセットするようなこうスタッフの方が、まあちょっとふざけ半分だったと思うんですけど、何こうするってことは要は葬式みたいにしろってことかって言って、でシェイカーとはあーそうだとね言ったらしいんですが、この事実上最後の録音だったこの MTV アンプラグドの収録から約4ヶ月後ですね、彼は亡くなった姿でね発見されます。まあ、命日がね4月5日だそうでして、まあ間もなくに、ね、なりますよね。まあ、銃を使ってね、自ら命を絶ったと言われています。まあ、遺書も残っていたらしいです。
その当時のニュースなどではですね、今はね Z 世代とかって言いますけど、その前の X 世代、ジェネレーション X のジョン・レノンを失ったとかってね言ったあの人もいまして、で亡くなった後ですね、その後、まあ、彼に関するとかニルバーナに関する映画とかもね結構いくつかあるんですが、そこで事件性というかね、実は事件に巻き込まれてから亡くなったんじゃないかとかね言われたり、また彼が亡くなった年が27歳だったので、いわゆるですね27クラブといいまして、今日のお話にも出たジミヘンドリックスですとか、まあ、ジム・モリソンとかね、いろんなジャニス・ジョプリンとか、その年で亡くなっている人がいる中に彼もね仲間入りしたみたいな、そういったこんなんて言うんでしょうですね、まあ、伝説的なというか、ある意味神格化されて見られてみたいなとこもあるんですが、まあ、実はね今日お話しさせていただいた通り、彼の音楽の真髄っていうのはやっぱり人間的な、あまりにねこうよりなんて言うでしょう、人間性というかそういったものが あるんじゃないかなというふうにね僕は思っています。カート・コバンはね、人間をこうあまりに僕は深く愛しているからこそ逆にね悲しくなってしまうことが多いんだなってね言っていたみたいなんですが、まあそれでですね、彼のね音楽だとか、まあ、作品だとかね今でもですね、僕はもともと原体験で結構聴いてたんですが、今になって聴いても、まあ、色褪せるどころかねより魅力増してます。ぜひね皆様、もですね、まあ、そういったこう聴いていただければななんていうね思います。今回のお話以上なんですが、最後にね彼が残した最後の、まあ、言葉というかですね、まあ、いわゆるまあ衣装みたいな衣装ですけども、でそこにこう、ニール・ヤングというね人の歌でですね、ヘイヘイマイマイという曲があるらしいんですが、その中からの歌詞がね引用されてたみたいです。これですね、 It's better to burn out than fade away ということでね、まあ、だんだん消えていくよりは激しく燃え尽きる方がいいとね、そういった言葉です。まあ、いかがでしたでしょうか。まあ、今回ねは以上になります。また他にもいろいろ動画ね作っていきますし、出しているものもあるので興味ある方はねぜひ見ていただければと思います。ありがとうございました。